ゲートフラッグとは、スポーツの観戦時に、サポーターやファンが両手で持つ旗のことである。一般的には、旗両端を筒状とし、その部分に支柱を一本ずつ差し込み、布を広げる形で支柱を両手で持って高く掲げて使用する。掲げた様が門に見えることから名付けられた。通称ゲーフラとも、旗や垂れ幕。 横断幕などを制作している会社が注文を受け付けている場合も多くなってきたが、ファン個人が掲げているものの多くは、基本的には手作りによるものである。会場によっては布以外の素材の使用禁止が規定されている場合があるため、布で制作されたものが多いが、稀に紙製の使い捨て用も見られる。ゲートフラッグを掲げる MLS シアトルサウンダーズ。 FC サポーター多くのチームでの使用が見られ、応援道具として認知度は高い。選手入場時などにも掲げられ、スタジアムを鮮やかに演出している。使用できないスタジアムは基本的になく、それぞれのクラブやリーグによって定められた形質ルールに従って掲げられる。デザインはシンプルに選手の名前や姿を描いたものから、アニメキャラや芸能人のパロディまで非常に多岐にわたる。 1999年に浦和レッドダイヤモンズのサポーターが日本で最初にゲーフラを掲げたチームサポーターにも浸透した。サッカーと違いあまり浸透していない。それでも一部のファンによる仕様は見受けられるが、球場のルール上は応援ボードと同様の扱いとされ、多くの球場では応援ボードと同じルールで掲げなければならない。同じ球場でも主催者が変わると、 ルールも変更される可能性があるため注意が必要。詳しくは主催者側に問い合わせること。応援ボードの規制ルールが適用される。ありがとうございます。